ザオユリコタイガです。皆さんこんにちは。あれ、何か気がついてないかな。そう、雰囲気とか雰囲気違うか、あれ違うんですよね。今日最近何したのとか心配してる方もたくさんいると思いますが、大変お待たせしました。ただいま。実は引っ越ししました。イエーイ。そしてそれだけではない。今日は話したいのは、実はそれだけではない、アイドルになりました。イエーイ。今回から今日からロスを担当になります。よろしくお願いします。ユーは何しにポンネの時から、多分見てる方もいらっしゃると思いますが、やっとアイドルなんとなくなれたんです。イエーイ。ロックメタルアイドルをやります。はい、なぜというとデスボイスを使いながらアイドルをやってますと、ちょっとね、皆さんもしかしてね、ゆりゆり革命みたいの、ゆり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 革命覚えてるかな、だと思ってたかもしれないんですけど、実はちょっと変わってるアイドルグループに入りました。こちらです。のインペリアルドール、ザ・セイのインペリアルドールです。私はロッソ担当、まあ赤ですね、赤です。イエーイ。よかったら応援しに来てください。どうやってアイドルになれたのかをちょっと説明したいと思います。結構ね、昔からアイドルになりたくて、ちょこちょこツイッターとかで SNS でさ、もうめんどくさいぐらい、もううざいぐらいアイドルになりたいなとか、へへーとか、あ、いつかねアイドルのグループとか欲しいなって、へーふふツイートとかはしてたんですけど、まさかアイドルになれるなんてと思わなかったし、昔はちょっとやったんですけど、1日限定とか、まあ1日の体感とか、外国人のグループだけだったとかのやつだったので、まあ、やっぱり本物の日本の地下アイドルの文化の方が入りたかったなんですけど、なかなかチャンスがなくて、今年はまさかに、7月からこのグループに入りまして、9月に、発表しました。あ、なんか本当に普通のファンとして、その絶世のインペリアルドールを見に行ったりとかはしてたんですよ。あの、本当に可愛くて、まあ、可愛くてかっこよくて見に行って、なんかちょっと気になってきたんですけど、まさかその後、見に行った後に2人のメンバーは私のイベントオフ会、タイガスオフ会という毎月やってるイベントに会いに来てくれたんですよ。うわーと思って、なんか美少女急に現れてきたんだなと思って、で、さすがにその一番最初はまあ偶然じゃないかなって思ったんですけど、2回目、そのおたまボンバーとモエニャンというのメンバーさんは入った時に、モエニャンは特にまあ20年前からアイドルやってる方なので、なんでここまで気に、あの、挨拶しに来てくれたんだろうなって思ったら、そこに、ねえゆりこちゃんちょっとうちに入らないかなみたいなお話してたんですけど、まあ、その時はね、ちょっとお酒とかも入ったりとかしてたから、あ、まあ酔っ払いんじゃないかなって思って悔しい内容はね、あの、実は絶世のインペリアルドールの、チャンネルにも、動画も出してるので、よかったら最後までぜひチェックしてみてください。で、悔しい内容は、まあ、そちらの方に、置いておいて置いといて、で、話に戻ると、ユーは何しにポネの時から本当にずっと変わらなくて、
アイドルになりたかったし、まあ、特に、多分覚えてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、コロナの時は、ロックバンドをやりたかったんですよね。で、ロックバンドをやりたくて、残念ながらそれがね、できてなくて、まあ本当にそうなんですけど、コスプレイヤーのイメージが昔から強くて、そう、ユーは何しにぽんね、アイドルになりたいと言ってる、と言ってるなのに、結局コスプレイヤーとして紹介されてたので、まあやっぱりコスプレイヤーは特にずっと13歳の時からずっと力を入れてて、で、今もコスプレイヤーとかもやってますが、それをやりながら本気でもう最後の最後までもう人生が一つしかないからアイドルをやってみて、もう一度実はダイエット向けとかにも考えてスタミナね作ってアイドルになりました。アイドルになりました。まだね、失敗するところがまだね、いっぱいたくさんあると思いますが、だんだんにちょっと良くなってきて、実は1月4日にワンマンがあります。それはぜひ皆さんに来てほしいです。1月4日。今は、あれ、ま、毎週ではないんですけど、まあ、今サポートメンバーとして参加してて、アイドルのグループを参加してて、1ヶ月、まあ、4回とか多い時は5回ぐらい、少なくても、まあ、2か3回ぐらい今出てますので、まあ、会いに行きたいんだったら、ツイッターとかインスタグラムの方によかったらチェックしてみてください。それともアイドルのグループの、リンクとかも全部これ、ライブガンじゃない。こっちの下に全部入ってきますので、そちらの方に、チェックしてみてね。で、でもワンマンの時にもう完璧になりたいなって思って、今その、ボーカルレッスンをやりながら自分でデスボイスを練習したりダンスのステップを練習したりとかもしてるので、めっちゃ頑張ってます。めっちゃ頑張って、もうムキムキになったし、ちょっと痩せてたっていうか、前太りすぎたんだね。今も痩せてる。見て、キュッ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 。ちょっとこれはね、アイドルの証拠だ。これはアイドル、グラビアの証拠、アイドルの証拠、イタリアの地位です。はい、ということで、絶世のインペリアルドールのサポートメンバー、ロストタントのゆりこたいがでした。ありがとうございました。